はいさい、大です。今回はこのグロムを使ってウィリーがどんな感じかやってみたいと思います。ピューン。ポン。グロムでウィリーやってみた。のまき。ウィリーの詳しいやり方は過去の動画をチェックしてね。とりあえず今回はグロムでウィリーやってみます。グロムでウィリーやってみました。このグロムはエンジンも排気もスプロケットも空気圧も全部ノーマルでやってます。まあリアブレーキちょっと強化してはいるんですけど、まあ、今回やったウィリー程度であればノーマルでもあんま変わらないかなと思います。まあこのバイクでウィリーした感じでは車体のこの小さい車体の割にはやっぱり125のエンジンっていうのは結構パワーがあってよろしいかなと思います。フロントが下がりすぎた時アクセル開けて修正するんですけど、まあ、下がりすぎてもアクセルで上がってきます。そういうところがウィリーのやりやすさにつながってくるかな。まあ、車体も軽いしね。で、まあ、50cc のオートバイとかだったらフロントが下がりすぎたらアクセル開けても戻ってこないとかあるんですよ。そのノーマルのスプロケットの場合ね、スプロケット変えたらやっぱそれなりにいい感じになる 50cc のオートバイはバンバンあるんですけど、まあ、このバイクはノーマルでもウィリー、まっすぐ直線でのウィリーに関して言えばもうバッチリ、特に文句ないかなと思います。ミニバイクっていうのはパワーがないから、この体ボディアクションちゃんとしっかり上げやってあげた方が上がりやすいんで、まあ、そういうのもやってあげるといいと思います。ウィリーサークルとかだったらもうギア角度を上げてちょっとスピードが下がったりするんですけど、まあそれなりに、まあ、できますね。だけど初めての人にはちょっと難しいかも。ウィリーサークルとかの練習する場合だったら、まあ、40兆以上ぐらいにした方がいいと思います。僕は45兆のスプロケットを持ってて、それだったらまあ特に問題ないと思いました。だけど街乗りするときはもう結構きつくなると思うんで、まあどうかな、まあいいも悪いもいい感じにカスタムしたらいいと思いますよ。まあ僕的にはまあこのバイク結構いいなと思います。まあインジェクションなんでもう角度上げすぎても被らないです。 XR100 とかだったらちょっとキャブセッティングとかしないと角度上げすぎたりしたら被ったりすると思うからね。このバイクは、まあ、そこら辺は、まあ、特に問題なかったです。まあ、自分的には良いバイクかなと思います。このウィリーの練習機にお求めです。安くウィリーやりたい人とかだったら KSR80 とか XR100 とか、まあそこら辺でもいいと思います。だけどこいつだったらもう XR バイクのパーツがいっぱいあるんで、このバイクも悪くないかなと思います。
まあ、こんな感じで XM バイクの情報をどんどん発信していきますので、皆さんチャンネル登録お願いします。バイバイ。